ください。これね、タピオカ缶粒も詰まってるんですよ。ここじゃ詰まらせて笑いながら渡してきました。毎回こうなんですよ。どうにかしてください。こんにちは、ジャイフォタイムズのコウスケとえちゃんです。何で笑ってんの？どうしたどうした？今日は忍者夜市に行きます。ネイカロって呼びます、日本語では。ここはね、美味しいお店がいっぱいあるってことで有名なんですよ。地元の人に愛されてる夜市らしいので、美味しいご飯食べに行ってきます。ニンニン、今ですね、シャンリャン駅に来ております。ちょっとね、夜市がまだ始まってなくて暇だったので、最寄りの駅まで来てみましたね。シーマンからだと20分くらいかな、長くても。じゃ一応もう時間がね、割といい感じになってきたんで、夜市の方に向かってご飯食べていこうか。行きます。行ってきます。あとちょっとで来てよ。忍者の忍を取ってドローンって言ったら大丈夫です。やってるやってる。やりたてだから空いてるかもね。忍者夜市来ました。忍者夜市ね。忍者夜市めっちゃ人いるね。ああ。こうやって行く感じがする。こうやって。そうやってかき分けて。かき分けて。かき分けた先に。何があるの。希望。ご飯ねえのかよ。ということで、じゃあ待ってこうか。まあ、匂いに釣られて並びましょう。そうだね。なんか最初なんかご飯っぽいやつ食べたいよ。気持ちいいものが食べたいですね。臭豆腐の用意する。ほらほらあれだよ。あれか、もう明らかに何明らかに並んでるでしょ。揚げてるね、あの芋みたいなやつ。ああ、さっきもあれ、そう並んでた。でもここがいいんだ。なんかもう見れば分かるくらい。一緒に並んでいきましょう。すごいでしょ。すごい、ね、こんだけ並んでんだよ。だって他の店や見てくださいって感じ。ガラガラだもんね、まだね。もう道を逸れてしまいました、ごめんなさい。あと京都だったら手取りね。はい、大家芋头都帮您放上面哦，各两个九十，90块而已。橘娟 ，OK， 橘娟，哇。どっちがどっちか分かんないんだけど、芋餅と芋丸。うめ。うめ。ってことは、うん。サクサク。サクサク。中はしっとり。へえ、煮物のお芋みたいな。優しい味？甘い。おいしい。おいしいね。揚げたてにしては暑さもちょうどいい。一番おいしく食べれる暑さが。おいしい。おいしいね。芋丸ね。芋丸。なんか卵と台湾でよく見る肉ひげみたいなやつかな。これはこれでおいしい。選べない。選べない。どっちも食べた方がいい。ああ、うまい。うまい。幅狭いね。だけど店と店の距離がかなり近い、行ってるから、なんかもう一気にわーって見れる。コンパクトさがいいです。いいね。七味唐辛子とわさびとシーソルト。おいしそう。おいしそう。めっちゃこんがりだよ。60元。うわでけえ。いただきます。バーベキューであっても嬉しいくらいのボリュームだね、うん、うまい。おいしい。焦げ目がサクサクでちょうどいい、うん、ジューシーでうまい。いっぱいタンパク質取れるじゃん、むっちゃ。じゃ引き続きね、3つ目、じゃああれ食べようか。あの入り口のやつ、これが美味しいってやつ食べようか。コウスケ一押し。夜市のメインからはちょっと外れますが、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、ちゃんと店が構えてあるところ行けます。わ、並んでる。ここがね、おすすめなんですよね。
卵とじ。卵とじ？卵の料理。美味しそう。 Thank you. なんだ、牡蠣みたいなの入ってる。入ってる？牡蠣食べたかったんだよね。ジェリーなんで？ジェリーみたいな。うん、もちもち。うん、お餅みたいな。卵、うん、とジェリーを混ぜてほしい。それ多分ジェリーだけだ。美味しい。これもそんな辛くない。うん、美味しい。美味しい。でもなんかゼリーって感じよりは本当にもちもち、もち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 してます。美味しい。ミンシャヨイチ回ってきたけど。美味しかった。美味しかった。美味しい匂いと美味しかった。美味しかった。回りやすかったですね。回りやすかった。さらっと来て本当に10分15分くらいでダダッとね。できるような感じだよね。新車用意地、ぜひ来てみてください。来てみてください。